祥寺駅ですね。吉祥寺駅も随分変わりましたよね。階段とエスカレーターがありますね。まあ人通りが多くて、これは吉祥寺駅の南口ですね。これから京王井の頭線沿線を歩いて、歩行動画で各駅をね紹介したいと思います。京王井の頭線は結構短いんですね。渋谷から吉祥寺まで、住宅地の中を走る路線でして、なんていうのかな、ちょっと可愛い感じっていうの、別に可愛いわけじゃないんだけど、京王の本線と比べるとなんかちょっと軽やかに走ってる感じがして結構好きですね。今日はですね、その井の頭線沿線をね歩いていきたいと思います。小田急バスですね。で、今歩いてる道が井の頭通りですね。井の頭通りっていうのはですね、井の頭に続いてる道だから井の頭通りって言うんですけど、京王井の頭線とほぼ並行するような形で通ってるんですね。だから渋谷まで、この井の頭通りをずっと行くと、渋谷まで行くんですよ。ただ今日はですね、駅に立ち寄りながら行くんで、井の頭通りをねずっと歩いていくわけではありませんけどね。もう少し歩くだけで公園の中ですね。井の頭公園っていうのはね、ちょっと観光化されすぎててあまり好きじゃないんですけどね。池もちょっとバッチリですからね。でもこの井の頭池がなかったら、吉祥寺の繁華街がさ、井の頭の方までもうザーッとね迫っていって、この辺りもね、かなり騒がしいことになったんじゃないかなと思いますね。吉祥寺はなんか東京の住みたい街ランキングとかでね1位とか取ってるみたいですけど、なんか吉祥寺って観光地なんですよね、完全にね。住むところっていうよりも行くところですよね。庶民的な商店街があるっていう風に紹介されたりしますけど、庶民的に見えるにぎやかな商店街があるという感じで、結構見せ物ですよね、吉祥寺にしろ井の頭公園にしろ。中央線沿線だとね、高円寺とか阿佐ヶ谷の方がなんか住むところとしては自然って感じはしますけどね。今日はですね、中央線は無視して井の頭線沿線をね歩いていくわけなんですけど、で公園を出るとそこにあるのが井の頭公園駅ですね。これも変わりましたよね。以前はですね、もうちょっとなんかこうなんていうのかな、郊外っていうのかな、そのなんかちょっとのどかな感じのする駅舎が建てたんですけど、変わりましたね、ここもね。なんか CM にも登場しましたよね、井の頭公園駅ってね。その駅舎がこう新しくなる前の、駅舎はなんかテレビの CM にもなんか登場したような気がしますね。これは緑の電車ですね。急行ですね。急行も各駅停車もこう編成が短いんですね。やっぱり短いのもやっぱりなんか可愛い感じがしますよね。これはクリーム色で。井の頭線はね、帯の色がいろんな色になってるんですよ。いろんな色の電車が走ってますから結構面白いですよね。あとそれからさ、井の頭線の電車って結構地方に、転属っていうのかな、
地方に売られたりしてますよね。なんだっけ、松本電鉄とかさ、今松本電鉄って言わないのかな。あとなんだっけ、学南鉄道とかさ、伊予鉄道、それから違う、北陸鉄道とかね。結構ね、井の頭線の電車と地方の方でね、出会うことが結構ありますよね。こうなんか鯉がいますね。ミニ井の頭池みたいな感じですかね。でもなんか井の頭池の鯉と違ってあんまり人が来てもなんか見てくれないんだよな、注目してくれない。なんかおしゃれなパン屋さんですかね、井のベーカリー。まあ、なんとかベーカリーっていう名前にするとやっぱりおしゃれなんだぞっていうことがアピールできる。これはすごいですね、この電車。一つの編成の中で帯がいろんな色に変わってくるんですよ。まさに虹色ですよね。虹色の電車ですね。三鷹台駅です。三鷹台の駅はまあ、ちょっと橋上駅舎っていうんですかね、改札が2階にあるタイプの駅でして、ちょっとまあ味わいには欠けますよね。また踏切が鳴り出しましたね。で、踏切をもう一回渡りまして、前方にですね、川が見えてくるんですけど、これ神田川ですね。わかりますかね、ね、神田川って書いてますよね。ようこそいらっしゃいませだって。すごいな、ウェルカムなんとかかんとかなんとか、ちょっと全然読めないんだけど、でもようこそいらっしゃいませってほどね、そんなにこう見応えのある川じゃないんですけどね。見てください、つまんないですよね。汚いですしね。しかもね、カラスがいるし、ハトがいるしねえ。しかもさ、この神田川さ、なんか流れてないですもんね、ほとんど。あ、鯉もいるんだ、見えますかね、黒い鯉が泳いでる。へえ。まあ神田川はね、なんか歌にもなりましたけど、でも全然ね、情緒豊かな川じゃないですよ。本当に汚い都市部の象徴みたいな感じですよね。この先行き止まりって書いてあるけど本当かな。行き止まりっていうのもさ、その自動車にとっての行き止まりと歩行者にとっての行き止まりと、まあ、自転車にとっての行き止まりっていうのは全然意味が違いますからね。なんかどうもね、道路上のこういう看板とか標識っていうのは、なんか自動車を運転する人のために、まあ、そういう人向けにこう書かれてるようなとこがあって、なんか歩いてるとね、あんまり信用がならないんですよね。まあ特に田舎とかだと全然信用しませんね。田舎の道とか歩いてて、この先行き止まりとか書いてあっても全然気にも留めませんもんね。でも東京だと若干気にも留めるかなと思ったんですけど、やっぱりそういう意味なんですよね。井の頭通りは井の頭線と並行してるって言いましたけど、この神田川も結構井の頭線と並行してますよね。まあ、渋谷までは行けないんですけど、途中まで井の頭線とこうくねくねとね、絡みつくような感じで流れているのがこの神田川ですね。肝心屋なんてのありますね、見えますか。肝臓と心臓を食べるんでしょうかね。やっぱり肉より内臓ですよね。内臓は美味しいと思いますよ。でもう久我山ですね。こっから杉並区です。ね、久我山駅ですね。そして紫色の電車走ってますね。
そういえば久我山といえば國學院久我山っていう学校が有名ですよね。小学校の時の同級生で國學院久我山に行った人がいますね。私も、私は國學院久我山じゃないんですけど、中学はバス通学でして、たびたびね、バスの中で出会ったりしてましたね。國學院久我山って男子校でしたっけ？多分そうだと思うんですけど、なんかね、そのね、バスの中で、K 君っていうんですけど、K 君と出会いまして、なんかね、やっぱり男子だけですから、なんか周りがね、エロい話ばっかりしてるとか、なんかそんなことを、言ってましたね。そしてここは井の頭線の車庫ですね。の富士見ヶ丘って駅があるんですけど、富士見ヶ丘はですね、一部 の電車が折り返しというか、その富士見ヶ丘止まりの電車っていうのが少しあるんですよ。この車庫があるから、その、車庫との入れ替えのためにその富士見ヶ丘止まりっていうのがね、あるんでしょうね。そして富士見ヶ丘駅ですね。富士山なんか見える余地なんかどこにもないですけどね。これ急行ですね。富士見ヶ丘はね、富士見ヶ丘止まりの電車あるんですけど、急行は止まらないんですよね。駅周辺は、普通の住宅地ですよね。テラス KY ですかな。 KY 見えますかね。なんか KY って言葉もさ、ちょっと前に流行りましたよね。空気読めない、略して KY とか言ってね。嫌な言葉だなと思いますよ。っていうか、私の場合は空気読めないっていうよりも空気読まないっていう方が正しいかなと思うんですよね。空気読めない、空気なんていうの、雰囲気のことを空気って呼ぶこと自体私はちょっと反対なんですけど、空気っていうのはそれはね、酸素とか炭素とかね、酸素とか二酸化炭素、そして窒素ですね。窒素が主成分らしいですけど、そういうのを合わせた意味でのね、空気、それがもう空気ですから、それ以外の意味なんか存在しないと思ってるんですけど、仮に比喩的な意味での空気っていうのがあるとして、空気読めないっていうのはさ、読めれば読むっていう、読めればそれに合わせるよってね、周りが赤い、今は赤組でしょっていう、そういう雰囲気を発していたら自分も赤組になるのが、それがもうそういうものなんだけど、こいつは空気は読めないから白組に入ったっていう、そういう感じじゃないですか。で、私の場合はだから周りが赤赤って言ってても白、それを察した上で白組に入りますので、読めないかどうか、いや読めないのか読めない読めるのかわからないけど、読めたら読みますよ。でもその上で逆らいますからね。この辺すごく爽やかな風景ですよね。また来た。ね、なんかすごく改装してるって感じですよね。私は鉄道好きなんですけど、いわゆる鉄道マニアっていうのとは少し違うかなと思ってるんですよ。どういうことかっていうと、鉄道マニアっちゃ鉄道マニアに入っちゃうのかもしれないんだけど、鉄道マニアのさ、鉄道マニアってさ、なんか車両マニアみたいなとこがあって、例えば京王だったら、その京王のさ、こう車両を細かく分析して、何千系の何番台がどうのこうので、この車両はこういう編成でなんとか電車区に入ってて、なんとかかんとかでみたいなさ、2000何年製造でみたいな、なんかそういうことをさ、やたらとなんか細かく分析したりとかさ、ものすごいなんか細かいマニアックなことを、そういう知識をひけらかすっていうか、そういうのはなんか鉄道マニアだなと思うんですよ。そういうのって鉄道マニアの典型みたいなとこあるじゃないですか。私は
そういうなんか車両のはね、細かいあれこれとか全然興味ないんですよね。あの極端な話で、私は電車に興味ない鉄道好きなんですよ。その電車っていうのは物理的な意味での電車ですよ。なんか電車の細かいなんか知識とか、なんか車両番号がどうのとか、そういうことじゃなくて、私はこの鉄道が通ってるその風景っていうんですかね、沿線風景だとか、その電車が走ってるその風景っていうのかな、あと駅の風景とか、まあ、沿線の地理とかね、その沿線の人々がどういうふうに利用してるかとか、その人と、そうですね、人と沿線、利用客とその鉄道の関わりですかね、そういうことが興味ありますね。だからこうやって井の頭線沿線を歩くっていうのも、電車には一切乗ってないんだけど、乗ってないけど鉄道を楽しんでるようなもんなんですよ。全く乗ってもいないですよ。切符も買ってないし、写真すら撮ってないんですけど、その沿線風景を見て歩くっていう、それがね、まあ鉄道の楽しみ方の一つでもあるんですよね。そして高井戸駅ですね。駅の構内に入ってきちゃったんですけど、電車に乗るわけではないんですよ。ちょっとこの先にカンパチ通りっていう道路がありまして、そのカンパチ通りがね、ちょっと渡りにくいんですよね。なので電車に乗るわけじゃないんですけど、駅の構内を通って歩道橋をね、渡っていきたいと思います。でも改札口ですね。高井戸も急行は止まらないんですよね。大きな道が見えると思うんですけど、バスが止まってるこの通りがね、カンパチ通りですね。で、この煙突が見えるんですけども、これ清掃工場の煙突ですね。でそこに、ね、リサイクル広場高井戸っていう、まあ、そういう建物があるんですけど、リサイクルショップっていうんですかね、公営のリサイクルショップみたいな、そんな感じで、結構なんか古いものが安く売られてます。シャーペン1本10円とか、鉛筆1本10円とか、ボールペンとかね、あと洋服なんかも売られてますし、結構まあ、探してみると、いろいろとね、古いけど安いっていうのが結構たくさんありますんで、ちょっと覗いてみると面白いかなと思いますね。高井戸駅の付近は井の頭線も高架化されてますけど、まあ、いわゆる連続立体化っていうわけじゃなくて、そのカンパチ通りをね、カンパチ通りと立体交差するためにちょっと高架化されてるだけで、またすぐにね、地上に降りてきますね。やっぱりね、地上を走ってる電車の方がいいですね。井の頭線はこれからも、ずっとね、高架化されないで地上のままでいてほしいですね。最近はさ、もうなんか連続立体化とかね、高架化とかそういうのが流行ってますけど、でもさ、そのカンパチとか、さっきのカンパチ通りみたいな幹線道路とか、そういう道路以外は平面交差でいいと思うんですよ。なんか渋滞がひどくなるとかね、緊急車両が通れなくなるとか、そういう問題は多少あるんですけど、たださ、例えば歩いてる場合は歩道橋とかさ、駅の構内通って線路の向こう側に抜けるとか、そういう抜け道があるじゃないですか。で、自動車に関してもやっぱり踏切で一回止まるっていう、そういうさ、心の余裕も必要なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、私は自動車の運転免許持ってないですし、家も全く自動車一台を保有してませんから、というか両親がね、前も話しましたけど、両親ともに自動車の運転免許持ってないんで、
まあ、自動車を運転する人の気持ちは、分からないっていうか、まあ、分からないんですけど、ただですね、以前旅行に出かけた時に、まあ、本当に田舎のね、まあ、列車に乗せたわけですよ。で、踏切をね、なんかゆっくり通過したんですね。で、なんか自動車が1台止まってたっていうか、まあ、踏切まして止まってて、まあ、その中でね、運転する人が、まあ、止まってね、なんかペットボトルのお茶をなんか飲んでたんですよ。で、それを見た時に、あっと思ったんですね。あ、そうかってね、その、車が渋滞するとかそういうこと言う、そういうふうに批判する人もいるけど、でも、さほどひどい渋滞でもない限り、踏切で止まってる時間っていうのは、ちょっとした休憩時間っていうのかな、踏切を効率にちょっと休めるっていうのかな、ちょっと一息で入れられるっていう意味で、決してマイナスじゃないんだろうなと思ったんですよ。なんかさ、まあ、自転車とかバイクだったら、まあ、まあ、止まって休むこともね、しやすいかもしれませんけど、自動車だとどうしてもさ、こう、ここに止まってたらちょっと邪魔なんじゃないかって言って、なかなかこう、休む時間がね、取りにくいってことがあると思うんですね。で、その時にやっぱりさ、踏切で一回止まってお茶飲むとかね、まあそういう、こう、余裕って必要じゃないかなと思うんですよ。だから、その、バスが通ってて渋滞がひどいとかね、ものすごくこう、これはちょっと踏切解消した方がいいだろうってね、そういうところ以外は、踏切は残した方がいいと思うんですよね。特にさ、この東京、まあ、東京もそうですけど、田舎に関してもさ、たまにしか列車が来ないのにさ、立体化する必要もないですし、東京だってさ、住宅地なんて別にそんなに渋滞するわけではないですから、そんな連続立体化は必要ないと思うんですよね。本当にカンパチ、カンナーレベルでいいで、が立体化されてれば十分ですよ。まあ、こういう状況ですよね、こういう状況。で、そんなに渋滞してるわけじゃないじゃないですか。結構、ミンミン打破って書いてありますけど、その、眠気を抑えるっていうのかな。みんみん打破するためにもね、やっぱりずっとこう走り続けていなきゃいけないんじゃなくて、ちょっとだけ止まってこう休めるっていうのかな、一息つけるやっぱり時間っていうのは必要じゃないかと思うんですよね。音楽が流れてますね。なんか樽が、そしてクッション、浜田山の商店街ですね。こうなんか上品で爽やかな音楽が流れてますね。そういえば最近なんかマクドナルドになんか異物が混入したとかいう事件があってさ、それでもネット上とかだとさ、なんかマクドナルド批判してるなんかさ、コメントなんか書き込みとかそんなのばっかりでさ、お前だってどうせマクドナルド好きなくせにみたいな思うわけですよ。これ杉丸ですね。杉並区のコミュニティバスですね。阿佐ヶ谷との間を結んでるんですよ。で、浜田山駅ですね。この浜田山も結構賑わってるように見えるんですけど、やっぱり急行止まらないんですよね。吉祥寺を出たら次は久我山に止まって、久我山の次が永福町ですよね。永福町って感じなんで、どうしてそこに急行が止まるのかって、なんかちょっといまいちよくわかんないんですよね。また井の頭公園とか三鷹台に止まらないって理解できるんですけど、その久我山に停車する意味がよくわからないし、永福町もそんなに主要駅なのかなってよくわからないんですよね。まあ、明大前と下北沢は乗り換え駅なんで止まるのはわかるんですけど、結局その急行が止まるっていうのはそのどこでもいいんですよね。急行が止まるようになれ、利用客が多いから急行止まってるんだっていうふうに言う人いるかもしれませんけど、利用客が多いのは急行が止まるからなんで、そのあんまりこう急行停車駅の選び方っていうのは昔からそうなってるから
それでいいじゃんっていう、そういう理由じゃないかなって気がするんですけど、何このなんか暴力団みたいな顔、なんか不良っつうかヤンキーみたいな、大丈夫かなこんな人に住まい探し任せちゃって。まあ、でも都内12店舗のネットワーク、物件豊富なわけですから侮れないですよね。シングル物件もあるし、言っときますけど、あの批判してるわけじゃないですからね。こういう発言とかもいずれあれですかね、これはお店の業務を妨害してる、こんな動画は公開できないとか言ってさ、あの強制削除とかなんかそういう時代が来てしまうんですかね。最近さ、なんかこう、なんかさ、言論っていうか表現っていうかさ、そういうなんか自由がなんか押し込められてるような気がしますよね。ちょっとでも変わったこと言うと、すぐなんかさ、誰かがさ、ギャーチクギャーチクなんか騒ぎ出して、裁判とかになって、で裁判所がね、あなたそれいけませんよって判断を下すっていうなら、それはまだいいんですよ。なんかこんなとこにカエルがいるよ。カエルの置物。あ、これ置物だ、本当に。くっついてんのかと思った。それならまだいいんですけど、違うんですよ。個人がさ、まあ、個人っていうか団体とかがさ、まあ、権力好きの、なんか、権力が好きな人いるじゃないですか。その人がさ、自主的になんか批判してさ、へこませちゃうんですよ、表現者を。この前もさ、私はそんな見てな、テレビは見てなかったんですけど、2014年のさ、紅白歌合戦でさ、サザンオールスターズってあるじゃないですか。サザンオールスターズが、なんか、サザンオールスターズのパフォーマンスがなんか悪いとか言ってさ、なんか批判したなんか過激派グループみたいなのがあって、それがさ、なんかサザンオールスターズの事務所の前でさ、ギャー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 騒ぎまくって、結局なんかサザンがさ、謝ったとかいう、なんかそういうニュースがあったじゃないですか。あれもさ、別に私はサザンオールスターズとか別にあんまり興味はないんだけど、何が悪いのってね、自分の考えをさ、歌にしてさ、発表したりとか、披露したりとか、それからなんかその、まあ、歌以外のところで冗談言ったりとかね、そういうのに自由ってないんですかね。なんかさ、別に何も、まあ、法律的に悪いってわけじゃないんだけど、なんかこれはさ、なんか日本を侮辱しているとかさ、日本ってなんだよって思うんですけど、日本人に対して日本を侮辱してるもクソもあるかと思うんですけど、なんかさ、なんかさ、すごくこう息苦しいんですよね。この範囲の中に入ってないとダメだみたいなね、法律守りはいいじゃないかとか、そんなのダメなんですよね。いや、ダメだってね、この範囲に入ってないとね、許されない、日本人としておかしいとか、なんかそんなことを言う人たちの声がでかくなってきてさ、そういう締め付けがね、まあ、締め付けじゃないんですけど、別に国が締め付けてるわけじゃないんですよね。本当になんか自主的にさ、なんだっけ、なんか天に代わってお仕置きよとかいうのがあるじゃないですか。まあ、詳しくは知らないんですけど、天に代わってじゃない、国に代わってお仕置きよみたいな感じなんですよね。まあ、自分に対して圧力がかかってるわけじゃないんですけどね。ただですね、これから日本がどんどんなんか表現がね、萎縮していくようだったら、萎縮すれば萎縮するほど私は遠慮なく話していきますからね。どんどんね、今まではね、初期の頃とか結構遠慮してたんですよ、話すことを。初期の頃のね、歩行動画とか見てもらえればわかると思うんですけど、結構控えめですよね。最近はもう結構言いたいことずかずか言ってるんですけど、これから、まあこれからどうなるかわかりませんけど、他の人がね、言いたいこと遠慮してるなっていう風に感じられてきたら、もっとね、自分は遠慮せずに、これ言ったら叩かれることを、ね、これ言ったら叩かれるだろうなってことをあえて言うようになりますのでね、皆さんもね、私だけは潰されませんので、ご安心ください。そして西福駅ですね、結構地味な駅ではあるんですけどね、ここはね。
あの西永福も急行は止まらないんですね。ただ次の永福町に急行が止まるので、もうすぐそこに駅が見えますよね。各駅停車を追い越すつもりの急行がこの西永福駅をね、こうゆっくりとね、なんか今にも止まりそうな速さで走ってるっていうのはね、よく見かける光景だったりします。そしてこの駅前の商店街の道が狭いっていうのも、これもね、東京のいいとこですよね。狭い道は素晴らしいっていうのはね、歩行動画の中で何回も話してますから、まあ歩行動画をねご覧になってる皆さんはね、まあまたかと言われるか、またかってね、また同じこと言ってるわって思うかもしれませんけど、まあ、大事なことなんでね、何度も言いたいと思います。駅名は西永福ですけど、地名はもう永福ですね。そしてこの道は井の頭通りですね。吉祥寺でね、歩き始めた時にも出会った通りでして、井の頭通りが井の頭線と並行して通っているっていうのは、まあ、先にもねお話しした通りです。鉄道と道路が、並行してるっていうのはよくある話ですよね。杉丸が止まってますね。杉丸はね、杉並区のコミュニティバスですね。そしてこれは杉丸じゃなくて京王バスのマイクロバスなんですよ。あとこれは何だろう、これはこれも杉丸なのかな。杉丸じゃないんですけど、永福町から高円寺まで行くバスはですね、狭い道を通るんで、マイクロバスで運行されてるんですね。確かその路線の運行に関しても多分杉丸を参考にしてなんか作ったらしいですね。これ京王バスの車庫ですね。中野駅です。永福町は京王井の頭線の急行が止まって、急行と各駅停車の、接続が行われる駅っていう、そういう面もあるんですけど、それだけじゃなくて京王バスのターミナルがあるっていう、そういう一面もありますよね。その京王バスのターミナルとかね、そういうのを含めなければ別に西永福が急行停車駅で永福町が急行通過であったとしても別にそんなに不思議ではないんですよ。西永福だってさっき歩きましたけど結構賑わってるじゃないですか。やっぱりその鉄道の中だけを見てちゃダメだと思うんですよね。やっぱりその沿線風景っていうか沿線の状況っていうのを見ることで鉄道そのものがね、さらになんかこう深く知ることができるんじゃないかなと思うんですよ。だからさっき言いましたけど、私は沿線風景とかそういうことに結構興味のある鉄道好きでして、それが鉄道の本質なんじゃないかなと思うんですよ。車両のあれこれとかね、何千系何番台がなんとか電車区にあってとか、なんかそういう話はですね、鉄道の本質とはちょっとかけ離れてるなって気がするんですね。で、まあ永福町駅ですね。駅前にこういう売店があってね、雑誌が売られています。そしてね、たくさんベンチもありますね。小児歯科もあるし。そしてまた神田川ですね。神田川と京王井の頭線が交差してます、ここまでは神田川と井の頭線は結構ね並行してるんですけど、こっから神田川と井の頭線はね、分かれるんですね。して宅急便、ヤマト運輸のね、なんか営業所です、センターっていうのかな、なんかそういうのがありますよね。ちょっと分かりますかね、ここはちょっと切り通しになってますね。ちょっとトンネル、トンネルではないんですけど、
そこでちょっとトンネルをくぐるような形になってますね。でちょっとね光ってる、まあ、透明感のある建物があるんですけど、明治大学ですね、明治大学、すぐそこが明大前って駅なんですけど、その明大前の駅の由来になってる明治大学です。まあ、これね甲州街道なんですけど、甲州街道は京王線ですね、京王線と並行してる道ですね。まあ、京王線っていうのは、まあ、京王線なんですよね。風船がたくさん揺れてるね。そしてすぐそこが明大前駅ですね。明大前は京王線と京王井の頭線がぶつかってますから、まあ、多分京王井の頭線の中で中間駅としては一番主要駅、まあ、下北沢も主要駅ですけど、まあ、京王の中ではね、明大前というのは非常に重要な駅ですよね。まあ、京王線の特急も止まりますからね。まあ、ここだけは譲れないというね、特急停車駅なんですよ。ね、明大前。そしてこのね、ガード下をくぐっていきたいと思います。通学路世田谷区って書いてますけど、いつの間にか世田谷区ですね。さっきまで杉並でしたけど、世田谷区に入ってきました。まあ、世田谷を耕せって感じですかね。あ、そう、マイバスケットってね、このイオン系のこのお店最近増えましたよね。多分イオンもさ、まあ、郊外型店舗もちょっとこう行き詰まってるのかもしれないですね。イオンっていうとさ、田舎の国道沿い、まあ、田舎の象徴ですよね、イオンっていうのはね。あ、イオンがあると、あ、田舎なんだなっていうのがよくわかるという、まあ、今まではそうだったんですけど、やっぱりちょっと、まあ、インターネットのね、インターネットショッピングとかそういうのもありますし、でかい駐車場で客を集めるっていうやり方も、ちょっと伸び悩んでてる感じなんで、ちょっと都市部に小さな店舗をたくさん作って、コンビニやね、食品スーパーとちょっと対抗しちゃおうかなみたいな、そういう感じなんでしょうかね。井の頭線、まあ、東京は大抵行き間距離短いんですけど、その中でも井の頭線は非常に行き間距離が短くて、もう一駅に電車に乗るってことはほとんど考えられないですからね。一駅だったら普通に歩ける距離ですから、まあ、私は別にどんな距離でも別に歩けるんですけど、私はもう歩けない距離っては存在しませんから、他の人の立場に立ってね、行ってあげてるんですよ、親切に。まあ、古本屋もありますしね。そしてまたなんか商店街、で銀行も揃ってますからね。ほんとね、一等地ですよ。だからね、ほんとね、庶民的っていう風にね、庶民的な風景に見えるかもしれませんけど、実はね、かなりのね、高級住宅地なんですよね。で、東松原駅ですね。この音はさ、東京地下鉄が発祥ですよね。バレンタインか。そうですか。バレンタインデーって確か2月14日ですよね。そしてホワイトデーが3月14日。手打ちたらいうどん。すごいな、この食べっぷりが。裸で食べてんのかな。バレンタインデーはですね、なんか中学生の時にですね、
中学3年の時だったかな、中学3年の時にちょっと友達と仲が悪くなって、結構私は謝んないっていうかさ、自分からこう歩み寄るってこと絶対しない人なんで、結構こうなんていうのかな、離れたらもう離れっぱなしみたいな感じでさ、もうちょっとプイって感じだったんですよ。それで昼休みとかさ、お弁当を食べるんですけど、なんか教室でさ、そのちょっと仲悪くなった友達がいて、なんかさ一緒にいるのが嫌だったんですね。嫌だったんでちょっと違う場所に行ってなんか食べてたんですよ。そしたらですね、一つ下の学年の女の子が話しかけてきてくれて、まあそれでなんかバレンタインデーの時にチョコもらったっていう思い出がありますね。それぐらいですかね。何これ、工事やってんのか。この辺りは切り通しになってますね。周りの道よりも低いところに電車が走ってるんですね。まあ、高架化のされてる区間っていうのは少ないんですけど、こういう風に切り通しで逆にこう、なんていうのかな、まあ、逆立体化っていうか、まあ、切り通しですよね。切り通しの区間は結構ありますよね。今日も元気だ、タバコがうまいだって。はあ、まあまあそんなに急がなくても貴重な人生、一息入れてください、一服してください。朝目が覚めたタバコを買いに行くのが楽しみだ。さ、思ったんだけどさ、タバコ吸って病気になったとしても、それが元気、今日も元気だ、タバコがうまいなんて、そんなこと言えるんですか。貴重な人生なわけですから、貴重な人生をさ、タバコで台無しにすることはやめましょうよ。やっぱりして、新代田駅ですね。新代田です。で、ここ今渡ってる道、これ環七通りですね。環八と並ぶ東京のね、幹線道路ですよね。新代田、新代田ってなんか名前かっこいいんですよね。どこに住んでるんですかって聞かれたときに、新代田って言ったら、なんかちょっとかっこいいっていうかさ、なんかイケてる若者っていうかさ、おお、こいつはなんか、なんか波に乗ってるなっていう感じがしますよね。まあ波に逆らうのがね、歩行動画なんですよっていうのはね、もう何度も何度もね、お話ししてきてくることなんですけどね。はい、それでですね、これがですね、都営バスの折り返し場ですね。都営バスが止まってます。以前はですね、新宿駅西口から新代田駅を経由して駒沢立橋ってとこまで行くバスがあったんですけど、駒沢立橋と新代田の間が廃止になってしまいまして、今はこの新代田止まりになってるんですね。新代田駅前から先は東急バスは走ってるんですけど、今都営バスは走ってないんですよ。まあちょっと駒沢立橋っていうのはちょっと中途半端だったってことなんでしょうかね。これ細い道と踏切っていうのもやっぱり味わい深いですよね。そういえばなんか踏切マニアっていうのもいるみたいですね。だからさっき鉄道マニアっていうのは、なんか車両のなんかいろんな細かいマニアックな知識をひけらかして、なんかそういうタイプの人たちだって言いましたけど、まあ、そういうマニアが一番多いんでしょうけど、非常にこういろんな種類の鉄道マニアがいるんですよね。まあ、そうやってこう車両の、ね、細かい知識、細かい情報を仕入れるのが好きなマニアもいるし、駅巡りが好きな人もいるし、撮り鉄って言ってさ、私はあまり撮り鉄にはあまりいいイメージ持ってないんだけど、撮り鉄って言ってなんか写真を撮るマニアもいますし、まあ、その中の一つにね、踏切マニアっていうのもいるんですよね。ただね、どうしてもね、なんかこう鉄道マニアってね、なんかこう
なんかどうもね、なんか自分こそがね、正統派な鉄道好きだみたいな、なんかそういうふうに主張したがる傾向ってあって、まあ、自分もその一人だなと思っちゃうんですけど、なんかどうもね、お互い仲良くできないところがあるんですよね。中学生の時にですね、また中学生の時の話になるんですけど、なんかさ、鉄道研究部っていうのがあったんですよ。もう私は入れなかったんですけど、鉄道研究部の人たちがですね、なんか妙になんかマニアックなこと言ってるわけですよ。なんか113系、115系の違いはなんとかかんとかで、なんかこちらは雪国に対応した仕様になっていて、どうのこうのとか、なんかそんなような話をしてたんですけど、なんかそれを聞いてですね、なんか自分はこう、劣等感を抱いてしまったというか、自分はなんで鉄道に対して知識がないんだろうみたいな風にちょっと、しょんぼりしてしまったところはあるんですけど、でも1年ぐらいでもうなんか開き直りましたね。あ、もう自分はもう車両に興味ねえからって、電車に興味ない鉄道好きだからって、電車にも気動車にもディーゼル機関車にも蒸気機関車にも興味のないね、鉄道の本質を探求していく鉄道好きですので、ね、自分の趣味の世界をね、他人にこう限定されてたまるかって話なわけですよ。そして下北沢駅ですね。下北沢です。あ、この前も来たな、ここ。国交動画下北沢線もね、ぜひご覧ください。まあさすが人通りが多いですね、この辺りは。まあ以前にも歩行動画で紹介しましたから、なんか重複になってしまう気もするんですけど、まあ、下北沢駅ですね。小田急小田原線とのね、接続駅ですね。京王井の頭線と小田急小田原線ですからね、皆さんもお間違えないようにお願いします。しかしですね、私は小田急っていうのがあまり好きじゃないんですよ。どうして好きじゃないかっていうと、なんかちょっと偉そうじゃないですか。小田急ってさ、別に京王とか東急とか西武とか東武とは同格でしょ。なんか同格なのに、なんかさ、なんか小田急だけ、なんかみんな知ってて当然みたいな、そういう態度っていうかさ、遠征の人たちのね、態度がなんか気に入らないんで、小田急はなんかあんまり好きじゃないんですよ。別に小田急電鉄に恨みがあるわけじゃないし、小田急遠征のね、街が汚れてるとか、そういうことは、そういうわけじゃないんだけどさ、なんかイメージ的にあんまり好きじゃないんですよ。だから私は小田急線と呼んであげませんのでね、小田急小田原線と正式名称でね、呼んじゃいますのでね。ねぶたなんていうお店がありますね。居酒屋でしょうかね。ねぶたってさ、聞いたときさ、小さい頃、豚が寝てるのかなと思いましたもん。でもねぶたってさ、実際どういう意味なんでしょうね。なんかそういうどういう意味なのかっていうこと、意味を一切考えないようになるっていうか、ねぶたはねぶたじゃん、別にいいじゃんっていう風に何にも疑問を感じないようになるっていうのが、やっぱり大人になるっていうね、立派な社会人になるっていうことなんですよね。そして池の上ですね。池も別にないですけど、池の上という駅です。気まずいな、なんか通学、小学校の通学、あ、下校時間帯ですか。駅前の道が狭いですよね。まあ、しかし小学生も怖いですからね。何が怖いかってさ、動画とか撮ってると話しかけてくる小学生とかたまにいるんですよね。何やってんのとかね、結構ね、気軽に話しかけてきたりしますからね。もしさ、私の方から小学生になんか声かけたらさ、
もう声かけ時段とかになっちゃいますよね。声かけ時段、別に声かけてるだけなんだけど、あ、この人危ない人だって言ってね、こういう風に話しかけられたら無視しましょうって、学校の先生にもお父さんにもお母さんにも教わったから無視しようみたいな感じで、もうプイプイって、ね、やられちゃうと思うんですけど、その上でさ、下校中の、小学生に何か何者かに声をかけられる事案が発生とか言ってさ、学級日誌とかに載っちゃいますよね。本当ね、一番こう自分みたいなね人が一番こう弱い立場なんですよね。小学生からはね、後期の眼差しで見られて、なんかよくわかんない話しかけられちゃうし、こちらから話しかければ不審者だし、あとそれからさ、その通学見守り隊とか言ってさ、PTA ですかね、その小学校の子を持つお母さん方がなんかこう通学路にです立ってなんか見守ってるみたいな、なんかそう監視してるとか、そういうのよくあるじゃないですか。以前ですね、写真だったかな、なんかそう撮影してる時にたまたまその通学中の小学生が、通りかかりまして、それで運悪くなんかその母親がいたわけなんですよ。それでさ、何やってるんですかと声かけてきたんですよ。いや別にただちょっと動画っていうか、なんか記録してるだけですけどって言ったら、なんか業者の方ですかとか言われて、いや別に業者ってわけじゃないんですけどねとか言って、なんかね妙にね根掘り葉掘り聞かれたりしてね、あ、これはねなんかもう疑ってるなみたいな、子熊を守る母熊みたいな存在なんだなと思って、すごいなんか嫌な感じがしましたよね。写真とか動画を撮ることに対してなんか妙に過剰に反応する人っているんですよね。なんか至る所にさ防犯カメラ設置中とか言ってさ、どこにカメラがあるのかよくわからないような防犯カメラ、そういうものに対してはさ全くさ文句も言わないくせにさ、なんか配り物してますね。学生が対象なのかな。なんかプライバシーがなんだかんだとかね、なんかそんな理屈を持ち出す人もいるかもしれませんけど、公共の場所でプライバシーもクソもないですからね。自分の家の中でさ、自分の家の中に勝手にさ入って写真とか動画撮ってたら、それはさちょっとさ、それはそこまでして、それはもう住居不法侵入になりますけど、そういうのをねプライバシーの侵害って言うんですよ。東京都目黒区立駒場の公園ですか。目黒区なんですねここね、武蔵野市から始まって杉並区、世田谷区、そして目黒区ですか。井の頭線ってさ短い路線なんですけど、結構市町村またぎますね。お、すれ違いですか。あ、東海大学ってのなんですね。東海大学代々木校舎書いてますね。で、駒場東大前の駅なんですけど、もちろんね駒場東大のその東大っていうのは東海大学の略じゃなくて東京大学の略なんでしょうね。はい、駒場東大前ですね。東京大学っていうとね、本郷キャンパスの方が有名ですけど、この目黒区の駒場っていうところにもあるんですよね。そして三菱東京 UFJ とマクドナルドハンバーガーが一緒になってますね。赤い者同士仲良くしましょうってことなんでしょう。家電販売東大電機だって。なんか東大ブランドは本当に強力ですね。駒場っていう地名なんですけど、それよりも東京大学があるってことの方がやっぱり大きいんでしょうかね。でもさ、東京大学のことをさ東大って呼んじゃうとさ、東海大学がかわいそうですよね。東海大学だって略せば東大なんですからね。小東2丁目交差点ですね。山手通りと交差します。山手線っていう路線がありますけど、道路は山手通りなんですよね。
なんか山手線のこと山手線って呼んでた時期もあるらしいですけどね。山手通りです。でも山手よりもさ、山手の方がなんか柔らかい感じで、なんかすごく好印象ですけどね。そして渋谷区のコミュニティバスが来てますね。ハチ公バスって言いますね。もうそろそろ渋谷がね、近づいてきましたね。あ、左に電装がありますね。この電装っていう会社がありますよ。会社の建物がありますね。ちょっとよく分かりづらいですかね。電装ってさ、確か将棋の電王戦っていうのが毎年あるんですけど、その電王戦でさ、ロボットがこうコンピューター側の指し手をこう再現するんですけど、その、まあ、駒をですね、動かす機械がありまして、電王手くんっていうんですけど、その駒を動かす機械である電王手くんを開発したのが電装っていう会社らしいですね。ちょっと将棋を知らない人にはちょっと分かりづらい説明かもしれませんけど、こんなとこにあったんですね。だいぶ都心に入ってきましたけど、それでもまだね、住宅密集地の感じですよね。あ、でも雑居ビルとか増えてきましたか。そうですね、普通の家は少ないかもしれませんね。国際文化利用美容専門学校渋谷校、長いな。そして地名は丸山町ですね。そして深センの駅です。深センですね。神の泉です。まあ、深センの駅はこんな感じですね、こういう風にちょっと暗い感じのホームになってます。そして渋谷側のここにトンネルがあるのが特徴ですね。このなんか丸い形のトンネルがね、鼻の穴みたいな感じでこう開いてる、まあ、これが特徴ですね。ホームからもよく見えます。うわ、風が、まあ、こんな感じですね。こういう階段がね、また味わい深いものがありますよね。そしてこの手書きの、地図ね、こういうさ、手書きの地図もさ、10年20年も先経ったらさ、もう過去の遺物になっちゃうんじゃないですかね。わからないけど。そしてこの苔の生え方とかね、これがね、やっぱり都会の汚らしさ、いい意味での汚らしさですよ。地球一周の船旅、これもなんか随分値上がりしてますよね。前は99万円だったような気がするんですけど、129万円ですからね。あ、そうそう、丸山町はね、なんかラブホテルが多いっていうここらしいですね。なんか原田宗則さんのエッセイの中にも、丸山町というのは知る人ぞ知る、知らない人でも知っているほどのラブホテル街であるって、そんなことが書かれてましたね。だから察しのいい女の子は丸という言葉を聞いただけでも顔をあからめて、いやんエッチっていうらしいですね。それ原田宗則さんのエッセイの話ですよ。私の言葉ではありません。道玄坂の道ですね。
まあ、道玄坂っていうのは、まあ、まあ道玄坂っていうまあ坂なんですよね、これがね。まあ、東京はまあ平野ですけど、まあ、それなりに坂道も結構ありますからね。なんかすごいビルですね。なんか本当に人が中に収まってるのかっていうのがすごい疑問に感じちゃうぐらいですよね。なんかプラモデルを実写化してポンと置いたようなそんな感じですもんね。これ地上の道はすごくこうリアリティのあるリアルな道なんですけど、空の方を見てみると都心の高層ビルとかこういう高いビルっていうのはなんかすごくおもちゃみたいですよね。まあ、おもちゃっていうのはね、まあ、言い換えれば偽物ってことなんですよね。鉄道模型とかさ、まあ偽物じゃないですか。鉄道の偽物ですよね。うん。で、最近流行りの再開発っていうのは、本物の街並みを偽物の街並みに変えるっていう、まあ、そういう、まあ、作業なんですよね。まあ、東京ではね、まだそんなに再開発、ね、偽物の嵐は吹き荒れてないような気もするんですけど、あ、でもそんなことないのかな。だからさ、地方からね、東京に観光に来る人って結構いると思うんですけど、六本木ヒルズとかさ、お台場とかね、そういうところはね、あんまりおすすめできないんですよね。そういうなんかさ、綺麗ピカピカな東京っていうのはあんまり東京らしくないんで、それよりも神田の古書店街だとかさ、秋葉原の 裏通りだとか、そうですね、神楽坂のさ、路地裏だとかさ、まあ、こういう渋谷でもいいですけど、まあ、あと中野ブロードウェイですねとか、そういうこう、なんていうのかな、綺麗じゃない東京っていうのをぜひね、見ていってほしいなと思いますね。まあ、そして渋谷駅到着ですね。なんか分かりやすく渋谷駅って分かるものないかな。 ありますね。まあ、ちょっと分かりづらいですかね。京王井の頭線渋谷駅っていうのがありますね。たくさんエスカレーターで人が上り下りしてますね。機械的に流れてます。私は階段のが好きですけどね。なんかエスカレーターってさ、遅いじゃないですか。だから階段でウォリアーって感じでね、上り下りするのが好きですね。まあ、中学生の頃なんかはね、階段の一段抜かし下りというのに凝ってまして、階段はさ、一段抜かしで上るのは誰でもやるんですけど、一段抜かしで降りるっていうのはあまりやらないじゃないですか。私はそれをちょっと自分で開発しまして、もうね、全速力で階段を一段抜かしで降りていくってことをね、毎日のようにやってましたね。もちろん混んでる時はやりませんよ。で、さらにですね、ちょっとこれタバコ臭いからやめよう。同じようなことをやってる小学生がいまして、まあ、年下なんですけど、その小学生と毎日のようにですね、競争してましたね。で、まあ、これが有名な渋谷駅前スクランブル交差点ですね。人がごちゃごちゃいてね、もうなかなか全容が見渡せないと思いますけど、まあ、一応一通り渋谷駅ちょっとご紹介しましょう。これ JR ですね。 JR の渋谷駅、なんか変な白い顔の変な人が変な広告なんか映ってますけど、まあそういう感じの場所ですね。で、これがまあ、あれ、渋谷から桜木町のさ、方向幕っていうの、方向幕がなくなってますね。どうなってんだろう、これ。盗まれたのってわけじゃないよね。アンケートかい。まあ、これは誰でも入れるんですよね。結構まあ渋谷、渋谷駅前のね、名物っていうかね。まあ、そしてこれハチ公ですね。ハチ公はいつもなんか、いつもなんか写真撮ってる人いますよね。私は動画撮りますけど、なんか雪が降った時にハチ公が3匹になったとか、なんかそういうまあニュースもありましたけど、それもまあここですね。そして東急百貨店ですね。まあ、渋谷といえば結構東急ですよね。
もともとはね、東横線は地上走ってたんですけど、まあ、東横線も今地下に移りまして、まあ、東横線も田園都市線も、地下になりましたね。まあ、そんなわけでね、今日は、京王井の頭線をね、歩いて一駅ずつ行き巡りしてまいりました。なんていうのかな、一駅一駅ごとに、風景、なんていうのかな、姿が違いますし、細い道が多くて、なんかすごくいい意味でにぎわってる、ごちゃごちゃしてる、汚い、まあ、そういうね、東京の、観光地でもなんでもないそのままの東京がね、ぜひご覧になれたんじゃないかなと思いますね。まあ、そんなわけでね、ちょっとそんなわけでね、ありがとうございました。もしかしたら次は東急池上線とかで同じことやるかもしれないですね。東急池上線も短い路線で結構面白い駅が多いんで、歩いて駅巡りするのも面白いかなと思いますね。それでは皆さん、さようなら。